あ、こんにちは、ノムカツです。ノムカツラジオです。2021年8月30日月曜日、夏も後半なんですが、兵庫県の須磨海水浴場に行ってきました。本当は夏の中盤頃行こうと思ったんですけど、今年の夏の中盤は結構1週間ほどちょっとぐずついた天気やったので、ちょっと行くのを見合わせてて、で、まあでもやっぱし夏何回かはちょっと海を見て、海で泳いでしたいなということで、須磨海水浴場行ってきました。来週はもう一回他の大阪近郊で言えば丹の輪海水浴場にちょっと行ってこようと思ってます。今日は、今須磨海水浴場に来てます。すごい今日は本当に、夏ももうほとんど9月なんですけど、カラッカラの天気、すっごいもうほんまの絶好の、海水浴日和でですね。で、まあこれ、このビデオは、まあ言ったら自分の家から電車に乗り込むところから、言うたら須磨駅に着いて、須磨駅からの、要は海を見て、それで、その駅の周辺をちょっと歩いてみたところを撮影してお送りしてます。そっからまあ、海ですね。一応、これ、多分これ一本じゃなくて、だいたいこれって10分くらいのその映像にしてまして、言ったらその日本三本、須磨編で、なんかその、音楽を聴きながら、この喋りみたいな時事問題であったりとか、そういうのいろんなことを話しながら、その、旅行の風景を楽しんでもらうというビデオになってます。で、まあ、2021年なんですけど、まあ、言ったコロナ、緊急事態、三昧の、まあ、ちょっと1年やったんだなみたいな感じで、まあ一応今編集とかしてるんですけど、何ですかね、結局、そうですね、今ちょっと資料を開いてます。そうですね、緊急事態、緊急事態でしたよね。そうですね、で、今でですね、結局日本ってなんで緊急事態、要は世界で去年の、2020年の2月頃から武漢でコロナウイルスが広がって、特に西洋社会って白人社会でその死亡者っていうのがたくさん出て、それが報道されて、なんて言うんですか、もうほら、えらいこっちゃ、みたいな形で、みんな、まあ、とにかく、いつの間にかその緊急事態、要は結局、人流を止めればいいんちゃうか、みたいな話がどこからともなく出てきて、で、まあ、その2020年ぐらい自体は、そんなに、なんて言うんですか、緊急事態が多かった印象はないんですけど、もう今年、菅政権が去年の9月頃誕生した安倍晋三さんが、体調壊してなってからというもの、もう、なんて言うんですか、もう、今年、2021年ってもうほんま緊急事態三昧だったなぁ、みたいな、そんな感じだったんですけど、で、今ちょっと思い起こしてみて、結局、日本で死亡者って、例年のインフルエンザの死亡者ぐらい、今でだいたい1万、2万いってないですね。西欧とかではなんか20万、アメリカで20万とか、お亡くなりになった的な感じだったんですけど、ただまあ、人が死んでると言えば死んでるんですけど、まあ言ったら、もう風邪で、特に年寄りの方っていうのは、今いろんな、そのコロナじゃなくても、風邪にかかって、その肺炎になって、まあ死ぬ人っていうのは、まあ見として結構いるんで、まあそれは確かにその最善の努力はするんですけど、やっぱりその、まあゼロにはならない。で、これぐらいの数字で、これって大体日本で言ったらコロナの肺炎の致死率って全体の 2% ぐらいらしいんです。で、2% でまあこの、
いろんな経済に影響がある緊急事態、まあ特に飲食店とか、まあそういう、僕もその、まあその、なんていうんだ、娯楽施設で働いてるんで、結構たくさん人が来るとこなんで、結構その営業的に、まあ厳しかったっていうのはあるんですけど、で、結局その議論っていうのが急に出てきたのは、要はなんで緊急事態するのって言ったら、結局は、なんていうんですか、日本はその死亡者が多いわけじゃないんだって。医療が崩壊するんや。医療を崩壊させないために緊急事態をするんだってことなんですね。まず、コロナは日本にとって今のところそんなに大きな死亡者、例年とその肺炎、流行性の風邪とそんなに遜色がないぐらいなんで、別に本当はその医療崩壊がなければ緊急事態をする必要はなかった。っていうことなんです。で、今見てみたら、結局日本には160万床くらい、まあ、先進国でもかなり多いレベルの医療ベッドがありますけど、稼働してる医療ベッドっていうのは 4% 以下、コロナの致死率は 2% で、この前テレビ見てたんですけど、やっぱいよいよこれだけ緊急事態緊急事態って言って打っていくと、もうその貧困の問題っていうのが言われてて、母子家庭とかやっぱ収入が低い家庭があって、まあ言ったら携帯電話が払えない家があったりとか、電気代が払えない家庭が結構出てるとかいう、で、日本って今自殺ってだいたい60人くらい死んでるんですよね。で、まあだいたいそのコロナでもまあ10人くらい今日お亡くなりになりましたっていう時もあるんですけど、まあゼロの時もあると。例えば一人や時もあると。で、そもそもが例えば今年の初旬ってそんなにその若者とかに危機感がなくて、ワクチンは去年の12月頃にできたんですけど、まあ言ったらそんなに、まあ若者の場合はその重症化しないんで別にまあ打たんでいいんちゃうみたいな感じやったんですけど、なんかこの政策ってなんていうんですかね、そのワクチンを打つように追い込むためのなんか政策に、このちょっとしたデータ並べてみたら、まあ見えてくる。でもまたこれもまた気のせいやろう的な感覚で、でも今7割ぐらいもう結局打つようになってしまって、僕はもう最後までちょっと打たなくて頑張ろうと思ってるんですけど、尾身会長ってその、まあ言うたら、アドバイザーですよね、政府のその、まあウイルスの専門家で、まあ言うたらコロナウイルスに対してこういう対策を取ったらいいんじゃないかっていう人なんですけど、WHO っていうのは世界保健機関なんですけど、 WHO のまあ言うたらスポンサーの一つに、スポンサーっていうのはその WHO を運営するために必要なお金を出している団体っていうのがあって、ワクチン製薬会社っていうのもいるわけですね。で、尾身会長っていうのはまあ言うたら WHO で働いてた経験もあり、で結構ねその世界中でその要は専門家提言している人たちって多分きっとメールのやり取りがあったりとか、あの WHO でもっと働いてたりとか、まあ、結構ねそのウイル今回のウイルス関連でそれなりの意見を述べている人たちっていうのは結構その同士で結構つながってるっていうか、で最近ちょっとこう問題に、この動画を編集してるときにちょっと問題になってるのは、尾身茂会長っていうのは、なんていうんですか、売り上げが20億円のその病院のそのトップみたいなのもやってるらしいんですよ。で、なんかその今年は利益がその例年の10倍っていうその補助金を、で、しかもそのコロナ患者をその 100%100% っていうか、その、コロナ患者は 100% その施設で受け入れられないかもしれないんですけど、ちょっと稼働率が低いのに、大量に補助金をもらって、政府から。で、例年の10倍くらいのその利益、まあ言うたら、200億くらい、もらってて、それどういうことやねんっていう話なんですよね。結局、政府の補助金っていうのは、その事業を維持するための、に払われてるお金なんで、それむしろ大量に儲けて利益が出てるっていうのはどういうことなんだろうっていう、他の人たちがしんどい思いしてるのにっていう話なんですよね。で、結局緊急事態ね、人流を止めろ人流を止めろって言ってたのは、いやそれが狙いかっていうっ
ていう、まあそうなんですよね。だから結構ね、いろんなこと、おかしなことが、まあ多いんで、僕はちょっとワクチンは打たないどこうと思ってます。で、ちょっとまあ時間が1本目の、あれですね、スマホ公園歩いてるんですけど、1本目がもうちょっと時間が来ちゃったんで、ちょっとコロナコロナの話になってたんですけど、まあ今日は、これくらいで終わりにしようと思います。ありがとうございました。